さあ、そして衝撃映像が手に入りました。17日の土曜日に行われました J1 第29節横浜 F マリノス対名古屋の試合中に、ストイコビッチ監督が後半40分幻のゴールで初の退席処分を受けるという珍しい場面があります。これ中継映像なかったんですよね。だから俺まだ見てないんですよ、ご覧いただく。スカウティングの映像これでしょ。これ今キーパーが蹴ったボールをボレーで、これが入っちゃうんだ。すごい。で両手上げました。拍手。初めて見た。これキーパーダイレクトですよ。かっこいい。で直で入っちゃう。これまあなんか退場になったわけですよね、これでね。ちょっとこう審判をまあ侮辱というか、その前からいろいろあったはそうですけどもね。これはでもちょっともう一回見えない。見ましょう、見ましょう。いけますか。すごいね。これキーパー蹴りました。まあ怪我人が出たんで外蹴った。あのバウンドしてませんよ、ダイレクトですよ。ピクシー怒る。これねでもね、うん、あの多分これ何回やっても入んないと思うんですよ、はい、あのピクシーがやっても、うんうんうん、ストイコビッチミスターがやっても、はい、でもこの一発で決めるとこがスターだなっていうね。持ってるんでしょうね。あれ絶対あんなうまくいかないですもん。いくらストイコビッチうまくったって。日比野さんがスタジアムに行かれてたそうですけども、うん、スタジアムかなり盛り上がったそうです。いや俺今本当に初めて見たけど、すごいね。すごいですね。多分今シーズンのベストゴールこれじゃということで今日はこの辺でございます。さよなら。